再び、新日本プロレス恒例の 1.4、2023年の正月の大会に、出ることになりました。またお声をかけていただいた新日本プロレスさんに本当に感謝いたします。非常にまた久しぶりの正月早々の大会ということでね、またいい心地いいまた緊張をね、させてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしいですか、はい、という形で、はい、はい、付け加え加えましょうか、はい、はい、まあ、僕の大会が久々の後輩たちとね、顔ぶれがもう慣れ親しんだ、ね、6人タッグマッチですけど、まあ、そういう中で猪木さんの、ね、追悼大会、メモリアルっていう、まあ、こういう大会なんですけど、実は自分がもう今日来るにあたってね、皆さんも多分お気づきかなと思うんだけど、このネクタイ、猪木さんからいただいた今日はネクタイをしてきましたっていうのは、もう形見っていうか、猪木さんが亡くなられてから、猪木さん の, お嬢様のね、ひろこちゃんから、ぜひ、会長を思い出す意味でいろんな方に、まあ、このネクタイをね、ご披露してくださいということでね、まあ、僕に、まあ、このネクタイを今日はもらってから初めて、うん、実は今日はこのネクタイを締めてきました。実はマフラーもね、いただいたんです。マフラーとシャツとかね、まあ、いろんなものをこういただいたんですけど、さすがに、今日これにまたマフラーがあるとちょっときついだろうっていう僕自身がね、まあ、それでまあ今日は一応控えめにして、まあ、ネクタイだけをねしてきまして、まあ、非常にでも締めるにあたって非常にこうなんか背筋がシャキーンとね、なんか伸びるっていうか緊張する思いですけど、まあ、その猪木さん思いを持ってまたこの東京ドームのリングにね、上がりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では藤浪選手、1月4日楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。